はい、それではですね、始めていきましょうか。何面かわかんないよね。これでもね、ちょっとだけやったけど、あら、動かない。動かないよー。おーい。これで動くと思う。あ、動いた。これなぁ。うわぁ、そう来たか。で、ここに防御壁を作って、で、防御壁を作る。で、ここで回復のこんな感じ。こんな感じっすわ。で、こうやってね、やばいよ、出てくるじゃん。こうやっていくわけさ。あそこは渡らないの？一応取りこぼし屋だからな。あ、ないんだ。壊れるけどないんだな。まあ、だいぶ上手くなったな。だいたいこんな感じなんだけどな。ああ、マジか。こんな感じですわ。あ、16円。へえ、結構来たね。あー、やっぱそうだろうな。これ難しいな、この面。今日はちょっと時間も体力もあるしね。もうクリア行っちゃう？クリアまで。マリア連続撮りしてたよ、なんか。あー。もうドンキーもね、オンエアされてましたね。オンエアって言ったらアップロードのことなんだけど、早いね。怖え。で、これで大丈夫だな。で、こうやって。これで一回ノンチャージでいくべきだな。あ、ここは途切れないんだ。どうせ一緒か。これで、こいつは。んだから結構時間かかる面じゃねえよ、アホら。時間かかる面だよ、これ。時間かかるだけ？あー、壊しちゃった。もう、お前らいい風にしろよ。やばいな、こう、結構、潔癖の陣を気づいとかないときついな。ちょっと将棋の要素があるんだよな。あ、やっちゃう。これさ、あれの上来るんだよ、よ。どう来るの？おー、来たか。あー、なるほどね。
これ要はもうあれだ、俺の方法だけど、もう最初からもう修羅場なんだよこれ。ほら、ここでも生きるじゃん。だからどっちからやるってないんだろうな。おいおい、入ってくるなよ。出ろよ。立ち入り禁止でございます。もうなんだよお前ら。あ、ここでもボムあるじゃん。全然いけるじゃん。もう、こっちから攻めようか。どっちから攻めてもいいけど、俺最初は鬼畜なんだよな。おい、もう、いやー、最初振り切れるかどうかだわ、これ。これ人多すぎでしょ。もうここら辺まで来たらクリアさせる気ないからね。ほら、一人相手にさ、そんなもう気になっちゃってさ。まあでもね、事前に練習してたらな、やる気なくなるからな。もう全部収録してるからね。だからもうプレイしてるの全部公開してるようなもんだよな。いや、昔のゲームだけど楽しいわ、なんか。昔のゲームだけど楽しい、なんか。単純だけど。何面まであるんだろうな。おそらく24ぐらいだと思うんだけどな。で、潔癖の陣を引いてて、あ、何人とろろろろ。いや、俺も絶対こっちから行く。なんかこっちからの方が好きだよ。なんかこれ早いだろう、これ。失敗したらね、こんなもんなんだよね。成功してね、シュッといってるのばっかりアップしてるけどさ、よし、俺の飲み水飲もうっと。ちょっと今、飲むタイミングじゃないな。もうなんだよ、それ。さあ、俺の飲み水飲もうっと。仕事中はね、こういうのできないからね。プライベートは何でもありだからな。仕事中って、日本人の仕事ってなんかちょっと堅苦しすぎるかもわかんないな。ああ、もうでも訳わかんないよ、もう。訳わかんねえって。なんか、この面ちょっと訳わかんねえわ。訳わかんねえ。なんか訳わかんない。もう無敵を利用して逃げ出すか。
あー、ちょっとどっち行くかなんだよな。どっちにしてもどっちもどっちだと思うよこれ。あー、まあダメだ。まあこれ以上は、まあまあでも長い動画っていうかもな。ドンキ YouTube でスーパーファミコン版見たけどさ、あ、もう何してんの、本当にそっくりっていうか、ああ真似して作ったんだなっていう感じだったよね。俺もさ、ドンキーコングクリアしたけど、あのドンキーコングのめあるじゃん、なんか DK メダルやったかな、あれも全部集めたけどね、もう全部忘れちゃった。ほんと重大な話じゃないのあれ。あ、まあダメだなこれ。怖っ。よし、しかも残してるじゃん、ダメだよあんなの。もう一回取りに行くのに自爆行為でしょ。これ何と戦、なんかダンテっていう魔王と一応戦ってるらしいんだよな。あー、もう12分だ。よく19面まで行ったよな。わけわかんないってお前ら死ね。よし。よし。確かこっちでも補給できるからね、ここで。怖っ。ちょっとやめてよ。こっち逃げたらいいんだ。で、こうやったらいいんだ。あ、そこ殺せないな。分かった分かった。あー、結構きついんだよな、これ。おいおい、出したって。今、穴を、ボタン押した。もう、きつ。なんかこんな10面ぐらいであったよな、なんか3人ぐらいいてさ、これの応用版だよ。しかもあれ、ここから湧くのかよ。あ、きついな、これはきつい。ああもうダメ。いやーでもあれねー、話変わるけど、おい上行け上行け上行け、逃げろ逃げろ逃げろ。ああ何しろこれこれ、あれこれ、もう訳わかんない。
やっぱり右のルートの方がやっぱいいな。俺は好きだな、なんか。ああもうこういうね、複数の人間にこうなんていうか逃げ切れる技術を身につけないと将来的に無理だな。避けれないからね、こんなの。よし、これで。殺さないのが味噌なんだよ。こうすることによって。うわぁ、これどうやるの？うまいこと言ったな。おい、1個逃してるじゃん。1個逃すなって。もう訳わかんないって。いい加減にしろ。これもさ、一応こっから行くしかないよな。バークイックセーブして、クイックセーブしてよ。あ、怖い。どうだったかな、ここはないんだよな。一応持っていた方がいいぞ。要はここを爆破しとくだろ。で戻った方がいい。あんだけやらなきゃいけないんだな。回復しといた方がいい。ここは、あ、ここもだ。さあ行くぞ、さあ行くぞ。お前はちょっと自重しろよ。うわ、怖いって。お前ら自重しろ。怖っ。怖いって、怖いって。怖い怖い怖い。もうこれ死んでよ。こんだけ開けなきゃいけないってさ、無理でしょ。危ねえって。ああ、なるほどね。でダメじゃん、ダメじゃん。危ねえって。これ絶対行かなきゃいけないんじゃん。しかもないし、怖いし。どこ？あー、上から行くわ。もうここで回復するしかないじゃん。うわー、しかも時間見ちゃった、時間見ちゃったよ。早く
早く早くしろよ、早く早くしろよ、早く、こっち先だろ、来るなよ、おーい、もう どうせあの先行け、分かってるわい。あー右あるのか、左は、あー全部あるんだな、分かった分かった、あそこもしたかったな、奥全部取らなきゃいけないんだ、そりゃそうだな。あーもう疲れた、どうしよう、これアップする、いらないか、いやたまにはこういう動画も残しとこうか、一応これアップしますわ。はい。次回に続きます。